ライオンはトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小池です。アンバサントイです。本日月曜日でございます。都市伝説ニュース、やってまいりました。今日も都市伝説ニュースのお時間です。司会、あ、いやいや、全然俺のターンやったと思うんですけど、俺ここだけの空気作る人なるほどなるほど、分かりやすくていいですね。あ、そうそうそう、いたの週刊少年ジャンプと都市伝説ニュースが来たらなんか月って感じ。そういう感じですよ、ね、はい。本日のトピックスはこちらです。フィリピンを揺るがす大スキャンダル、オーパーツの謎が解明、はい、神のインフルエンサー、日本の宇宙開発はコツコツと、の4本です。どうしよう、え、今日気になるのない。ちょっと待って、もうダメじゃん。じゃあ内容聞いて判断します。そうね、でもね、結構投薬に気に入ってもらえるかなっていう目線で俺選んでるんで、はい、多分いいと思います。お、はい、早速ちょっと1個目からいきますね。はいはいはい。市長がスパイ、とんでもないニュースがフィリピンから届きました、はい、それは現職の市長が外国のスパイなのではないかという話なんです、はいはい、なかなか立場ある人がスパイだったっていうのはさ、漫画とかアニメでよくあることだけどさ、現実的にはなんかちょっとええって思うやんか。まあでも日本の国会議員もね、うん、結構ね、あれこれと繋がってますから、やめなさいやめなさい、俺ら収益止まりすぎてやばいんやからやめて、ほんまにやめとこう、やめて、楽しくやろう、うん、スパイの疑惑がかけられているのはフィリピンルソン島にありますバンバン市の市長アリス・グオ氏です。バンバン氏、バンバン氏です。バンバン罪ないよ、はい。現在フィリピン国家犯罪捜査局による捜査で停職処分を受けているということなんですけども、その調査の過程でどうもグオ市長が身分を偽っているのではないかという証拠が出てきちゃったんです。二重国籍ってことですか？それ違います、やめてください。もうね、多分ね、選挙も終わってる頃だと思いますけども、もういいんですよ、もうそうですか、はい。発表によりますと、グオ市長と2003年に中国からフィリピンに入国したグオ・ファピンという女性の指紋が一致してしまったということで、グオ・ファピンという女性は13歳の時にフィリピンに入国、中国福建省の生まれであることが記録として残ってるということで、ちょっと本当に俺この人がどこの出身か知らんかったから、うん、あの国っていうのがまさにね、いやいや何も言ってないですよ僕は、はい、まあ、お察しの通り、まあ、これによりましてグオ市長がフィリピン入国後何らかの方法でフィリピン国籍を手に入れて、まあ、2022年選挙に出馬、その後当選して市長になったと見られる。まあグオ市長はこれ当然否定してます、はい、議会で行われた質問今回において父親は中国人、母はフィリピン人のメイドだったと主張しております。非着出子、つまり法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供でなかったことから、自分は農場で育てられたため素性を明かす、まあ、証明書がないと、まあ、釈明しております。なんかちょっと無理があるというか、まあ、でもじゃあ指紋どう説明するんや。今までそういう疑惑はあったんだけども、なかなかそういう風に言い切れなかったんだけど、今回バシッて言えたのは今回の指紋が決定だと思います。やっぱそうなんや。そう、市長職の解雇だけではなく市民権の剥奪も間もなくと言われてますね。ではこの件がなぜ世界中でスパイ事件だと大きく報道されているのかというと、それがグオ市長が調査されるきっかけっていうのがヤバかったんだよね。どういうこと？今年3月フィリピン当局はバンバン市にあるオンラインカジノ運営会社を、まあ、強制捜査しました。バンバン調べてたんや。バンバン行ったったねこれね。フィリピンでも賭博は違法なんです。あ、そうなんや、はい。そうなると当然捜査のように思えますけども、はい、そこで発見されたのは数百人の監禁された女性。どういうこと？これどういうことか。ちょっとやばい。これめっちゃ闇深くて、いい続き言うよこれね。これにより人身売買、誘拐、売春などの犯罪行為が確認されちゃったんだよね。いや待って、犯罪しやったってこと？そうよ。市長がそれを隠しとったってこと？まあちょっと大きな声で言いますけど。しかもここやばいの、それだけじゃなくて、まあ、あらゆる詐欺とか犯罪行為のフルコースということで、賭博だけじゃなくてあらゆる犯罪がこの場所で取り行われていたという証拠は見つかってるんだけども、でこの土地を所有していたのがなんとグオ市長なわけ。いやいや黒やんね。だからもうマジで漫画とかアニメの世界よ。クロコダイルのカジノみたいなさ、ね、グオ市長がこの土地に捜査の目が向かないよう仕向けていた形跡も見られているということで、スパイっていうよりもやばいよねこれ。旭川警察レベル100みたいな話やめなさい。さらにもっとやばいこと言っていいですか。これを運営していたのなんと中国企業なんですよ。中でも運営に関わったとされる2人の中国人はこれに先立つこと1月はフィリピンではなくシンガポールで逮捕されています。なんでシンガポールなの。これなぜかというと、シンガポールでマネーロンダリング、つまり犯罪で得たお金を普通に使えるように換金しようとした疑いで逮捕されてるんですよ。捜査で分かっている金額だけでなんと日本円で約3500億円ほど、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件としてこちらも大きく報道されました。いいえ
最大なんや。うん、でもこれさ、フィリピンのさ物価とかに置いたらえぐい金額だと思うよな。3500億でしょ、うん、まだね調査は続いているため詳細は分かっていないんですけども、はい、フィリピンで行われた犯罪で得た資金をシンガポールでマネーロンダリングしていた可能性が指摘されています。え、バナナ何本分よ。なんでバナナで言うの。いや、フィリピンといえばね、まあ、それはそうやけど、うん、うな重何杯分だの源太くんの思考それこのようにですね、市長という立場を利用してとんでもない大掛かりな犯罪を行っていた可能性があるとして、まあ、ゴー市長の調査は続いてます。もう探せば探そうとも黒いものしか出てこないっていうね。でもヒロアカのヴィランぐらい悪いやね。え、日本もこれぐらい調査してほしいわ。誰を調べたらいい。でも言わへん、いろいろ俺聞いてるもうチャンネルなくなると思うから、もうしません。はい、はい、ゴー市長は当然容疑を否認していますが、フィリピンの国会議員などからもアリス市長、いやゴーファピンは偽フィリピン人です、彼女は中国企業による人身売買など犯罪を手助けするためにフィリピン国民を装った中国人だ、即追放でお願いしますと発言しています。まあ、このようにフィリピンでは大きなスクープとなっていますけども、まあ、その背景にはフィリピンと中国の関係がこれまでにはないほど緊張した状態にあるからだとも言えます。で、今年に入って南シナ海でフィリピンと中国の船が度々衝突することがニュースになってますね。6月17日にも南シナ海のセカンドトーマス海域でフィリピン軍と中国海警局の船が衝突。いつも衝突してんな中国海警局。ねえ、フィリピン軍の一人が大怪我をしました。この際の映像がですね、フィリピン軍から公開されています。えぐっ。はい、この映像を見ると中国海警局の船がこう体当たりしてるように見えるよね。幅寄せ失敗したんかな。仮免許中かどうなんですか自動車学校今。俺は幅寄せうまいですよ。幅寄せうまいですか。はい、俺とぶつかってないです。ほんまに。はい、もうわざとやってるのかもしれないからねこれね。ああ、なるほど。乗組員が、まあ、棒でフィリピン軍の船を、まあ、叩く様子がねちゃんと確認できちゃってるんですけど。やばすぎやろ。はい、この海域はフィリピン側のものであることから世界からも非難が起きているわけですよね。アメリカのブリンケン国務長官も地域の平和と安定を損ねる相互防衛条約に基づくアメリカによるフィリピンへの関与は鉄壁だと中国に対しフィリピンを擁護する発言をしています。結局アメリカ対中国なんやな。ね、なぜ中国がこういった行動に出るのかというと、国際的に定められた南シナ海の領有権に納得がいってないという点があるんですよね。はいはい。まあ、中国は1947年に蒋介石が行った独自の海洋調査に基づき南シナ海が自国の海域であると主張しております。一方でアメリカやフィリピン、ベトナムは南シナ海は公海、つまり各国の海であり、領有権は海洋法に関する国際連合条約によって決められるべきというふうに、まあ、解釈をしているわけですね。この意見の食い違いからたびたび衝突が起きてるってわけなんです。はいはい。南シナ海は中国、東南アジアの国々にとって重要な海域になります。中国は輸入する石油の大半をこの南シナ海を経由して運んでいるわけですけども、また大量の原油、天然ガスが眠っているとも言われておりまして、各国の経済においても最も重要な海域と言われております。はいはい。こういった状況から日に日に強まる中国の干渉に対し、フィリピンの人々のストレスも高まっているんですね。うん、そんな中で起きたフィリピンの人を食い物にするかのような大犯罪事件。しかも身分を偽って市長になって国民を欺いていたとなると、とんでもないお話なわけですよね。まだ事件の捜査は続いており、今後どういった事実が出てくるのか分かりません。この事件に関しては引き続き注目していきたいと思います。いや、でも現職の市長がこんな裁かれるっていうのはすごいですね。うん、すごいよね。ほんまに陰謀論が現実を超えてきたというか、うん、てかさ、うん、俺らさ、なんかあの規制されますみたいな動画をさ、うん、話したりするとさ、うん、もう茶番ええってみたいなこと言われるけどさ、はいはい、あんまりされてるんですよ。まあそれはね、見てる人からは気づきにくいでしょうけども、ぽっかり動画が空いてる期間とかあったりするよね。毎日投稿してた期間ね。そうそう。あとあの、うん、この間の動画も、もうあのオリジナル版からちょっと短くなってるから、うん、ここがもしかしたら触れたのかなっていうところを後で編集も実はできて、 YouTube って そう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 、それでまた復活もしたりするんですよ、収益が。そうだから、マジでね、収益ちょっと最近つかないこと増えてることが多いんで、みんな茶化したくなる気持ちは分かるんやけど、ほんまにこれそうなんでね。そうで、あと、うん、俺がお金ないっていうと100万人超えてイギリスも行ける YouTuber が金ないわけないやろって言うんやけど、うん、ほんまに金ないんよ俺は。そんでさ、あのこの前のなんかお札の回も俺見たんだけど、うん、ソロ出てるやつ、うん、なんか俺めなんかお金持ってるみたいなイメージまた植え付けてるやろ。いや俺言わなかったよ、むしろ。もういろんなところでその垂れ込み来るんですよ。知ってるんやで。は、俺コエッキーマルチ情報知ってる。なんで、何を、俺も暴露するんやけど、何コエッキータンス預金
あって、それを銀行に預けようとしたらめちゃめちゃ怪しまれてマネーロンダリングを疑われているっていう今生島の最大の事件かもしれない、これマネーロンダリング。いや、これ言う必要あります？いや、言う必要はないやけどそういう垂れ込みを聞きまして。いやー、そう、タンス預金はみんなしてるじゃないですか。してへんわ。お札が変わるから使えなくなるから、いずれね使えなくならへんわ。いやいや、もうちょっとめんどくさいわ。違法でも何でもないの、俺はね。あ、そうそうそう、まあ、事実ですよ、事実ですか、別に、はい、なんて言うん。いや、だから本当にそれ言わんかったのに俺がまた言ってるとか言ったから。ちょちょ、ほんま勝手に言うんよ、もう本当に。ほんまもんの情報を今。じゃ、間もなくね、いろいろこうイベントとかもね準備していかなきゃいけない中で、ね、いつも赤字でやってたりするわけよ、これほんまに、はいはい、だったらそんな金あるんやったって言われがちやから、やめてほしいわけよ、本当に。いやいや、イベント赤字はほんまですよ。ちょ、ほんま、これはほんま、これ本当です。コツコツ僕は貯金したお金なんでね。びっくりしてるけど、今度のイベントってさ、うん、そのちょっといつもよりは規模が小さめやからさ、うん、その300人ぐらいのイベントじゃないですか。はい、こうやるんですね。スタッフ50人ぐらいおって、うん、スタッフ多すぎるやろ。多すぎる、多すぎる。まあ、その演者が15人おるからっていうことやと思うけど、まあでも安全とかね、あ、そういうものを考慮してちょっとね、気を使いすぎるぐらいにはやったんだけどね。そうそうそう、まあ、だからそれは赤字になるし、一人一人に対してより楽しんでほしいから、お客さんにもね、そうそう、その入場配布特典とかもあるから、ね、しゃあないとは思うんやけど、なんか喜んでくれたらいいなと思うから、それはしょうがないんだけど、動画を一生懸命やった、コツコツ貯めた預貯金の僕タンス預金なんで、全然違う話じゃないですか、それは。もうそういう見られるからやめてほしいよ、本当に。でも俺ないで、その2000万。いや、だからそれがおかしいよ。だからその何かに使ってるからそうなるんでしょ。だからいや、使ってない。もうそれこそ都市伝説だと一緒のお給料なんですよ、本当に。なんでないのかが本当に分かんない。どうやってるの日々。どうやってるんじゃない。この差は何。本当に使わない。そうだから、確かにファイッキーさんは皆さんお金あります。俺は本当にみんなの貯金額より下手したらない。みんな下手したらっていうか、うん、多分多くの視聴者の貯金額より俺の貯金額の方が少ない。それ知らんけど、ね、いや、これは本当に言える。20代やったら多分いい勝負してる。でも俺30代に誰だかなってしまったんで、はい、30代貯金額ランキングは結構最下位の自信があるんで。最下位なわけない。貯金額ランキング勝負できる人を勝負しましょう。勝負って貯金じゃんけん、低い方が勝ち。結構低い。俺全部出せるよ、確定申告書も、うちの財務情報も。ほんまにお金がないこと証明できるよ。何に使ってんの俺、ほんとね分からん。うん、まあ、ちょっとこれは、まあ、その辺の話は最後にしましょうかね。はい、二つ目のニュースいきます。アンティキティラの機械。これ知ってます？ちょっとわかんないです。え、オーパーツって言ったらさ、ロケットみたいな、ね、飛行中の黄金のロケットね。そう。あと、アンティキティラじゃない、やっぱり。これそんな名前やっけ？そうなんですよ。っていう場所で見つかってるかその名前なんやけど、はいはい、まあ、これも有名なオーパーツの一つなわけです。1901年にエーゲ海のアンティキティラ島付近に沈んでいた難破船から発見されたものなんだよね。これ何に見えますか？盾。え？キャプテンアメリカみたいな。ちょっとなんか予想と違うね。なんか回答来たんでもう戸惑っちゃったんですけども、はい、調査によるとこれは紀元前3から1世紀頃に作られたものであるということだけ判明してましたと。比較的最近。そう、まあ、言ったら歯車っぽい形状をしてるから大昔の時計なんじゃないかとかね。ああ、まあいろんなこと言われてて、ね、機械っていう風に言われてたから、うん、なんか装置の一部なのかなとかね言われてたりもするんですけども、はいはいはい、まあ、発見された時代や場所とかけ離れた出土品のことを、まあ、オーパーツっていうわけですけども、うん、このアンティキティラ島の機械もオーパーツというふうなことです、はい、ただどうも天体を観測するものではないかと考えられていて、まあ、このように機械を再現する試みも行われたりもしました。こういったことからアンティキテラ島の機械は、まあ、世界最古のアナログ式コンピューターとも言われるんです、はいはいはい、ロマンあるよ ね、 そうね。ただ具体的に天体の何を調べていたのかとかそういったことも本当分かっていなくて、ただの想像だけだったんですよね、はい、これが最近の研究で謎解けちゃったっていうお話。オーパーツもちゃんと研究してんねんな、まあ、してるでしょうね。歯車の一部にカレンダーリングと呼ばれるパーツがありまして、 X 線で検査したところ、リングの下に一定の間隔で穴が開けられていたそうです。ただリングが破損しているためいくつあったのかを知ることが不可能で、おそらくですけども347から367個あったであろうと推測されています。で、この点が分からなかったため何に使われていたのかっていうのが分からないままだったんですね、はいはい、これに対してグラスゴー大学の天文学者のチームが天体の重力波を測る方法を分析に応用しまして、その結果カレンダーリングの穴が354個か355個のどちらかにまで絞ることができましたということです。すごね。っていうかグラスゴー大学ってね、この間非常に近く行きましたけど、イギリスで、うんうん、こんなちゃんとした大学が調べてるんですね。そうよ、すごい。オーパーツこそ研究対象には持ってこいじゃないですか。あ、そう、うん、この結果から歯車は大引力を追跡するものである可能性が高まったと考えられています。
です。太陰暦って分かりますか？太陽暦の反対。そう、だからつまり月の満ち欠けによって、うん、みたいなことね。月の満ち欠けの周期を元にした暦のことなんだけど、はいはいはい、まあ、僕たちが使ってるのは、まあ、太陽君も言った太陽暦なわけですが、うん、太陰暦は1年が354日なんですよ。29日の月と30日の月が交互にやってくるわけです、はい、ただこれだと実際の月の周期とずれてくるため、30年に11回の割合で30日の月を2度続けると、つまり1年が355日になる日があるということなんです。 HY とかも直名変えなあかんね。え、355日に、なんで太陰暦のために変えなあかんの？ミスチルも変えなあかんの？昔の HY355日。それちょっと重いな。まあ、つまり古代の人々が正確な暦を把握あるいは記録するために作った装置ということになり得る。すごー、うん、ただ驚くべきなのはその技術力の高さね、うん、はい、カレンダーリングに開けられた穴のばらつきっていうのはすごい等間隔のやつだけど、その誤差 0.028mm、 この穴を作るためには極めて精密な測定技術と穴を開ける技術が必要だったと見られるため、はいはい、すごいことをやってたねっていうことが分かったんね。まあ、だから2000年前のこの島の近くに高橋明治みたいな人おったんちゃう。いやいや、あの16連打したら別に穴開くわけじゃないんですよ。いや、だから連打の感覚だと。何個あんねんボタン。それはアナログ式コンピューターやそれは名人でもきついと思うそれ。あ、そう。でこの装置がどこでどういった人によって作られたのかはまだ謎なんですけども、はい、オーパーツの謎の一つは解けたんじゃないかなっていうことで。オーパーツってでも謎解いたら思んないで、うん、じゃあ思んないけどさ、それを知ることによって当時の文明暮らしとか、まあ、それがね分かるのはすごいことですけど、そういろんなことが分かるっていうのは、うん、この先の未来にも役立つことかもしれないじゃないですか。そうね、うん、続いてのニュースこちらです。ミレニアム世代初の成人。カトリック教会はこの度10代で亡くなったイタリア人のカルロ・アクティスさんを成人にすることを発表しました。どうですか？ちょっと詳しくないんだ、あんま分かんないっすね。まず成人って何だと思います？それ偉い人。そう、まあまあそれそうなんやけどね、うん、キリスト教における成人とは信徒の中でも特に模範的な信仰生活を送り、神の働きが顕著に現れたとされる人物を指します。また生前あるいは死後に奇跡を2回以上を行ったことが認められないと成人とはならないですね、はい、認定にあたってはカトリック教会の劣勢と呼ばれる厳格な審査を通る必要があります。そのため審査に時間がかかることもありますけども、パルロ君の場合は異例の速さで成人認定されたということなんです。めっちゃ奇跡起こしてたってこと？そう、これね、今から紹介しますね、はい、パルロ君は2006年白血病によりまして15歳の若さで亡くなってます。あら、はい、1981年から1990年代半ば生まれをミレニアム世代と言いますけども、パルロ君はそんなミレニアム世代初の成人になったわけです。じゃあ俺もミレニアム世代や。ん？俺もミレニアム世代。うん、全然関係ないです今それ。あ、そうですか。うん、トヤ君のミレニアム世代かどうか関係ないです。クイッキーさんもミレニアム世代。まあそうなんですけど、別にそのブレちゃうんで。あ、そうですか。ちょっと黙っといてほしいです、はい、これなんでカルロ君が奇跡を起こしたのか気になりますよね、うん、皆さんね。いや、どんな奇跡を起こしたんですか？一つ目、2013年です。珍しい膵臓の病気を患っていたブラジル人の子供の家族がカルロ君の遺品に祈ったところ自然治癒したというものなんです。え、死後強まる念みたいな話。まあ、そういうことですよね。すごっ。そう、だから当然お亡くなりになってるわけですよ、ね、いい15歳で、はい、だから死後に起こした奇跡なわけない。何それ絶対ね。だからやばくないですか？やばい。そしてもう一つの奇跡、2022年のことです、はい、イタリア人の17歳の女学生が自転車から転落しちゃったんだけども、あら、頭部にね深刻なダメージを受けてしまって緊急手術を行いました、なんとか一命は取り留めるものの回復は絶望的な状況。ところが女学生の母親がカルロ君のお墓に行って祈りますと、はい、女学生はその日のうちに自発的に呼吸ができるまで回復。それ何、地元で有名なパワースポットとかになってんの？でもそういうものかもしれない。お百度参りみたいな感じでしょ、もはや。うん、そうね。そしたらそれが叶ったってこと？そうよ、うん、翌日には上半身の運動機能も回復して。翌日？そう、言葉も部分的にではあるものの話せるようになったということだから、この2つがね、まあ、つまりこの奇跡認定されまして、カルロ君は成人に、まあ、認定されたよっていうことです。だってキリストもね、うん、もう病気を治せたとかもね、かざすだけでとか言いますから、うんうんうん、それ奇跡起こしてますね。そう、まあ、ただね、カルロ君は、まあ、生前もカトリック教会においてめちゃくちゃ評価されていた人物だったらしくて。そうだ、ちょっとこちらご覧ください。いやいや、めちゃめちゃ斬新な宗教家やな、これカルロ君。あ、そう、うん、何、パソコン好きやったん？
パソコンと合わせてね肖像画に描かれているわけですけども、はい、彼ねプログラミング、まあ、インターネットの知識にめちゃくちゃ優れていて それらを使って信者を増やすことに貢献したっていうふうに言われているんですよ、実際カルロ君はキリスト教における世界の奇跡に関する情報をウェブサイトにまとめておりまして公開してたということ で、うん、で合わせて各地で展示会まで、まあ、開催していたわけですね、でまたカルロ君はインフルエンサーとしても活躍していたそうで、そうなの、そうゲーム実況で人気を集めると同時に自らが熱心なキリスト教徒でありキリスト教の大切さを語っていたんだそうです。2006年やろ、そうよ俺の2個上とかやろ、そうよ早ない活動するん、いやそうそう天才ですよ、いや先見の目ありすぎでしょ、ね、まあ、そういった生前の活動も評価されまして今回異例の早さで成人認定されたということですね。なんで亡くなってるんよ、もったいないよね、だって今生きとったらさ、うん、ピューディーパイ超えてるかもしれない、いや超えてると思うそれは、2006年から人気あったやろ、うん、やばすぎやろ、やばすぎんごですね、うん、すごすぎワロリンヌちゃいますか、やばすぎワロリンヌなんですよそれは、あそうなんですか、そうやばすぎとワロタを一気にかけるから、意味わかんない、なんかもうその辺のトヤゴロクが最高、これがミレニアム世代か、いや一緒ですよミレニアム世代は、はい残念ながら、まあ、海外のサイトになりますがカルロ君が生前行った活動などがまとめられてるサイトもございますので興味のある方はぜひ見てみてくださいということですね。これ未だに生きてたらさ予言とかも多分的中させてたりしたんじゃないの、いやそう思うよね、これ1000年後とか2000年後にさあの肖像画だけが発見されてさ、なんだこれはみたいな、神のノートか、ありえそうそういうの、うん、ね、はい、そして最後のニュースこちらです、頑張れロケット、うん、うん、何なんか都市伝説ニュースさ、うん、毎回最後なんかもう都市伝説じゃない、でも内容聞いたら都市伝説と思う今回、あ本当ですか、宇宙のことするから、あ宇宙、はい、もう宇宙関係のね最近のニュースでトピックなのはやっぱこちらじゃないですか、はい、中国の嫦娥6号、まあね、はい、月の裏側からまあいろんな土壌のサンプル持ち帰ってきたということで、とかイーロンマスクの、まあ、スペース X 社の開発が順調ですよとか、はいはいはい、まあ小安たりも海外の話題を取り扱うことが多いわけですけども、じゃあ今日本はロケットとか宇宙とか、まあ、どうなっとんねんということなわけですよ。あでも日本もねあのスリムとかも頑張ってましたし、うんうん、はい、先日の7月1日、はい、日本の H3 ロケットが鹿児島の種子島宇宙センターから打ち上げられ、はいはい、無事搭載されていた地球観測衛星第14号を予定の軌道に届けることに成功しました。あなるほどすごいね、よかったですよね、うん、前まではね H2 ロケットみたいに言ってましたけど、そうです、ね、H3 ロケットなんですよね、いやもうパワーありますからね、3っていう数字はパワーありますから、でも第1は4号ですよ、これも大丈夫です、パワーありますパワーあります、普通死という感じで、うん、避けられやすい数字なわけなんですけど、うんうん、なんで避けられやすくしているかと、それ支配者層にとって都合が悪いからそういう風に宣伝しているんですよね、まあ、だからロスチャイルドがもう本当は4という数字を使いたいわけなんですよ、はい、以上、うん、第14号はこれまでの第1シリーズよりもさらに災害時の状況把握や火山活動に伴う変異を迅速に発見できる衛星と言われていまして、うんうん、まさにこれから必要な衛星ですよね。第1、2号と比べても観測できる地表の幅は最大で4倍、観測頻度も5倍に増えるそうです。このように日本のロケットはコツコツと打ち上げを続け衛星を運んだりと僕たちの生活も手助けとなることを、まあ、地道に行ってるんですね、はいはい、今回は H3 ロケットが使われましたけども、うん、これまで打ち上げのメインは H2A ロケットでしたね。はいはい、まさしく、はい、この H2A ロケットは年度内の打ち上げを最後に2025年度には引退するということで、まあ、実はこの H2A ロケットの記録がめっちゃすごいよな。はいはい、功績知らないでしょ皆さん。2001年から打ち上げがスタートしているんですけども、これまでに48度の打ち上げを行っていて失敗1回だけ、すごい47回の打ち上げに成功してるんですよ。いやもう日本の技術力の高さですよね。海外の宇宙開発のように派手さはないんですけども、まあ、日本の宇宙技術もコツコツと実績を残し進歩が進んでおります、うんうん、一旦日本人宇宙飛行士が月に行くのはアルテミス計画を通してということにはなりましたけども、はいはいはい、まあ、その先は日本独自の技術力で、まあ、月とか火星にね行ける、まあ、宇宙飛行士を送り込める日も来るのではないでしょうか、はいはい、以上が今回の都市伝説ニュースでございました。最後のやつどこが都市伝説な、都市伝説じゃないの、何がすごいね本当にね、頑張れ日本のロケットっていう以上、ね、もうまとまってたけど、それいけみたいなね、いやアンパンマンないね、うんね、飛び出せみたいな、飛び出せ、うん、飛び出せってないっけ、うん、覚えてない、なんかあるかもしれないよな、うん、ちょっとパッと言えんくて悔しいわそれ、うん、繰り出せ、それポケモンやね、いや面白かったな、面白かったっすね、でなんか後半すごいこのねみんなもゲラゲラ笑ってたと思う多分。あそうですか、後半特にゲラゲラ笑ったんちゃうかな、そうかな、うん、小安田もね130万人いった、あ行きましたね、もうありがとうございますということで、ね、はい、ありがとうございます、報復 Z 都市伝説ニュース、報復 Z
当と都市伝説って相性良くないけどね、うん、商店じゃないんでうち。なんで？なんで130万人までコツコツ積み重ねてきて、うん、うちのこと商店みたいなチャンネルやと思ってたん？そうだよ。なんで？国民的番組じゃないですか商店って。そうですよ。じゃあ国民的って他にもほらサザエさんとかもあるわけで。ありますよ。であれもほら3本立てとかあったりするわけやん。まあパワーがありますからね。そうでしょ。の3本お届けします。いや今日4本届けてたやん。船です。最近ジメジメして暑い日が続きますって。ということで来週の都市伝説ニュースはの4本です。また見てくださいね。まあ、4という数字はね、うん、支配者数が好む数字ですから。茶番オブ茶番が今繰り広げられてるんですから。今いつ切ろうか悩んでるでしょ。今もう切ってるよ。え、もう切ってる。いやそんなこと俺みんな信じてるもん。俺ここまで見る人は1万人ぐらいしかおらへん、うんうん、ロンドンどうでした。いや話急に変わったらロンドンどうでした。ロンドンはめちゃめちゃ楽しかったですよ。ネッシー界結構怒られてるらしい。再生もされへんかったな。いや本当にあれもう撃沈したなあの回な。もっとネッシー探せばよかった。ネッシーに、ネッシーに、うん、すみません。結構ちゃんと探したんですよ。カットされてる部分も多かったんですけど、ちゃんとそこもお届けしたらよかったですね本当はなんか探査機みたいなのやったんでしたっけ。いや探査機は持ってかんかった。ちょっとすみませんでした。予算ケチっちゃいました。もうすでに800万かかってるってことなんで、探査機とか使い出したらなんかプラス100万ぐらいかかっちゃうってことやったけど、これをケチったのが間違いでした。すみませんでした本当に。まあでもね、はい、すみません。130万人の中にはやっぱそういうのが好きな人もいるでしょ。そうだからちゃんとネスコの水抜くとか。800万じゃ済まないですよ。済まないやけど、うん、それに近いことはやっぱちゃんとやるべきやった、うん、ネスコの水抜くってのも海の水をどうにかするという意味やん。いやそう、まあ、水抜くのは無理でももうちょいなんか探す方法はあったなっていう、うん、すいませんでした。ちょっと反省してます、うん、ちょっとね、はい、なんかいやいや言うからみんな、はい、落ち込んでるちょっともっとやっぱあの税関で鞭取られたあたりから怪しかったんですよね。インディー東野としてまたね駆け上がっていけるようにね。次はもうねスタッフの反対押し切ってるのも探査地とか使うんでちょっとよろしくお願いします。あちなみにあのパーカーさんの予言会もね放送されてると思うんですよ。いやもうえぐいよあれは。えぐいよ、ね、あれこそめっちゃテンション上がったよな。めちゃめちゃ面白かったよ。面白かったね。パーカーさんに会いに行くのが目的だったんですけど、うん、ネッシーの方がねメインになってしまったみたいなのがあるよね。いやいや2本立て、いやパーカーさん2本取ったから3本立てよそれこそ、まあ、だからつまりはサザエさん。サザエさんイギリスの3大要素はネッシー、うん、パーカー、うん、って感じです。船です。パーカーさんをもってしてもネッシー界がこんなに怒られるとは分かりませんでした。パーカーさんに言ってればよかったな。ネッシー界どう思いますって。そしたら、うん、あれはあまり良くないね言ってくれたかもしれない。これは絶対数字が取れないよ。ちょっとね、ネッシー界見てない人多いと思うんですよ。この動画ここまで見ている熱心な視聴者も熱心な視聴者の方、ネッシー界見てください。ネッシー界今のところリアルでこのホヤスターを見てます、応援してますみたいな人に会ったんですよ何人かね、うんうん、あの放送の後、うん、誰一人見たって言ってくれてないんよ今のところ。なんでなん、いつも熱心に見てくれてるやんみんな。頼むわあの回見てくれ。頼みます、お願いします。ああいうことがやりたくてね、小池スタジオというチャンネルをやっておりますんでね。頑張ってます。一回見た人はもう一回見てもらって、それを友達にも紹介してもらって、ネスコの映像を見れることあんまないんでね、うんうん、ちょっとよろしくお願いします。はい、はい、ちょっとね、またネスコだったら他の場所ではねあのリベンジしてもっと大掛かりなこともやっていきたいと思うんでね、うん、ちょっと今回反省してます。すいませんでした。それではまたお会いしましょう。バイ。失いやしないよ思うがまま君を連れて羽ばたきたい。秘密でもいい秘密の通り夜空に飛び立つ心象のストーリー。